戸橋水産研究所は三重県戸橋が設置する水産研究所。私立の水彩研究所は日本国内では珍しい存在である。所員二人の小規模な研究所であるが創設以来漁業者の目線に立ち、藻類を中心とした種苗生産と研究を続けてきた。2020年まで研究所は逆手島にあったが、戸橋は持続可能な漁業を推進し、 地域経済の発展に寄与させるため、同年4月に、本土の小浜町へ、新築移転した。戸橋の初代市長、中村幸吉の主導で1964年に、坂手島に設置され、2020年に、本土の小浜町へ移転した。中村は、育てる漁業を育成することを意図し、特に、アワビのりは亀を重視した。2019年9月現在は、 黒のりは亀などの藻類の種苗生産、モバイク生、藻類の養殖指導などを主な業務としている。また、地域の漁業者との連携や、市内の中学生への環境教育も実施している。漁業者に密着した研究を心がけており、実際に漁業者からの信頼は厚く、研究員は頻繁に漁業者から呼び出されて現場に急行している。 2018年7月時点では研究員が2人いたが、2019年4月現在は1人だけである。唯一の研究員である岩尾豊樹は、海藻博士の異名を持ち、海藻や海類の研究に従事する。研究以外では、デザイナーと共同して、機器のリセットを作ったり、広報と場で連載を持ったりといった活動も行っている。 トバイソベ漁業協同組合投資所の黒のり養殖研究会との連携では、海苔養殖の適温である11摂氏13度まで低下する時期が年々遅れていることを突き止め、同研究会が2期作から1期作に減らすことで、品質向上に成功し、第41回農林水産祭で日本農林漁業振興会長賞を受賞するきっかけを作った。同所総年部とは、 大月海島でアワビの生息環境となるアラメのモバづくりを実施している。この取り組みも第14回全国青年女性漁業者交流大会で農林水産大臣賞を受賞した。ここで得た技術を活かし、2011年4月より三木本魔樹島の周辺海域でも荒めの植林が行われている。2012年からは裏村町の柿養職業家と連携して、 日本国産のひじき養殖を施行している。2014年には、戸橋の旅館農民、飛ば商工会議所、三木本製薬らと戸橋さ産の海藻を使った美容液、パールプリンセスボディスキンケアジェルを開発した。オバマ町の新施設は、鉄骨構造一部2階建て。 敷地面積1127.79平方メートル、建築面積552.38平方メートル、延べ床面積727.50平方メートルで、研究室などが入る、事務所棟と水槽が並ぶ種苗棟からなる。施設には、坂手島の研究所にはなかった会議研修室や、加工品研究のための厨房室が設けられる。所内の資料室には、 図書室の役割を持たせ、一般公開する予定である。建物は、南西建築設計の設計、磯部、亀川特定建設工事共同企業体の施行による。新施設完成後も坂手島の研究所は、若カメの種病生産施設として、維持、活用されるが、新施設への移転から10年後をめどに、今度へ完全統合する予定である。研究所は、研究拠点。 生産工場、現実実践、教育拠点、情報発信、観光振興、多分野連携の7つのキーワードにより運営する。具体的には、学校からの視察を受け入れるなどの水産研究の教育機能やパッケージツアーに組み込んでもらうなどして、観光客を受け入れる観光振興機能を持たせることが計画されている。研究面では、海藻類の生態調査、栄養、 効能の分析、調理法などの新しい分野に着手し、総類研究の一大拠点とする計画である。書員は二人で指導するが、将来的に研究員の増員を検討している。漁業の盛んな飛ばしにとって、漁業振興は重要な政策である。初代の市長、中村幸吉は、島渡来海区漁業調整委員会委員を務め、水産問屋、中古を経営するなど、 市長就任前から漁業との関わりが深く、市長就任後は漁港整備に力を入れていた。これと並行して中村は、鳥羽しの重要な漁獲対象であるアワビの増殖と、海苔わかめの養殖の進行を目的に、水産研究所の設置を起都し、アワビ研究者のイーノ主に人選を相談をした。いいのは石川定時を推薦し、石川が、 初代所長に就任することが決定した。1964年4月18日、鳥羽市は水産研究所を坂手島に設置した。研究所には、種苗供給施設が併設され、黒大アワビのりワカメなどの種苗を生産し、漁業者に提供する役割を果たした。漁業指導では、1970年代から1980年代にかけて、 裏村柿の死亡率が上昇している問題の解決策として、イカダの位置の変更や、下水の規制などの提案を行っていた。研究所が設置された頃、伊勢湾の汚染が深刻なものになっており、飛ばし置きで漁獲されるボラに、石油の匂いのするものが混ざって売れなくなり、伝統の縦切り量が途絶えることになった。1970年頃からは、 アワビの漁獲量が急激に減少し始め、石川はその原因が合成洗剤にあると考え、ウニやカキを使った実験を通して証拠を集めて合成洗剤追放運動に身を投じることになった。1976年には、飛ばし議会が合成洗剤追放を求める請願書を採択するに至ったが、死を挙げての運動は長続きしなかった。2005年、 鳥羽しは集中改革プランを策定し、その中で水産研究所の見直しが掲げられた。集中改革プランは5カ年計画で進行し、当初は研究所を廃止する方向で議論が進んでいた。しかし2009年度に鳥羽しの水産業の発展のためにモバ再生などで研究所を活用しようという方針に転換し、廃止を免れた。さらに2018年には本土へ、 新築移転し、施設拡張する計画が発表された。2019年1月14日放送の30テレビの番組 A じゃないか。で、チャンカワイと松島文奈が研究所を訪れ、階層研究の様子を見学した。施設の老朽化取り等という立地条件から、戸橋では本土のオバマ町で新研究所の整備を進めた。これは、 日本国政府の地方創生拠点整備交付金の採択を受けた事業、鳥羽市水産研究所を核とした鳥羽海再生計画に基づいており、総事業費30万8 4 2千円の半額を日本国の交付金で賄った。2020年4月10日、関係者約30人が出席して、新施設の竣工式が開かれた。非研究員がもう一人おり、 二人体制である。初代所長は研究員でもあったが、2019年、現在の所長は、農水商工課長が兼任する。岩尾は、実際に、三重大学大学院で博士号を取得している。1964年の開設以来、修繕を繰り返しながら利用してきた。島地方には、名古屋大学大学院林学研究科付属臨海実験所、 三重大学大学院生物、主言学研究科付属キー、黒潮生命地域、フィールドサイエンスセンター付帯施設水産実験所、鳥羽商船高等専門学校、増用職研究所など、研究機関が集積しており、これらと連携を深めるために交通アクセスを考慮する、必要があると鳥羽市は主張している。アクセスの改善により、研究者の来訪を促し、 研究所での研究の活性化が期待されている。ありがとうございます。